食べますね。ここに5グラムだっけ。これ5グラムですよね。そうです。はい。マズオケちゃん、お腹空いてるよね。ちょっとだけ食べよう。はい、お座り。お利口だね、あなた。はい。心配してるね。帰れるからね、今日は。食べない？いや、もうなんかさ、心配してるから、ね。違う、そうそう。また出されたと。オッケー。まあ少し食べてくれたからいいですが、はい、はい、じゃあもう一回カゴに入れましょうか。ごめんなさいね。はい、はい、カゴに入ったままなんか食べきれないし。はい、どうぞ。長すぎてるしょ、朝食べてないから。でもしとっとしなくても食べるもんね、食べようと思えば。うーん、多分横空いてるのとお腹が。で、5グラムは食べさせておきますからね。あ、ここでね。あと残り、あの、わかりました。35か、まあ、あのハンドフィーディングのやつももちろん。はい、の分抜いてね。はい。だ、合わせて80グラムぐらいやってもいいかなと思います。朝晩でですね。朝晩で。わかりました。食事とハンドフィーディングと、それからお散歩の時のにも使って、はい、どうしてもそれで出てこんかったら、まあ、それ使って。はい、わかりました。でも可能だったら、ちょっとこれでちょっと過ごしてもらった方が、胃腸には優しい。わかりました。やっぱ相当胃が荒れてると思うんですよね。はい、そのあそこの光ってるところは荒れてる感じなんですか？荒れてる感じか、もしくは異物があるか。例えばなんか、間違って食べてしまったものとかっていうことですよね。そういうのがある可能性がある、ね。うんうん、だから24時間だから、そのバリウムなんで。はい、もう当然、そうですね、今8時間でも残ってちゃいけないよ。24時間だったら残ってちゃいけない、絶対。そこに残るとことは、例えば異物じゃなかったら胃が荒れててさ、うんうんうん、胃の胃がんとか胃潰瘍とかそういうところについてる可能性。なるほど。だからどっちにしてもちょっとかなり積極的に胃のね治療してあげた方がいいんで、はい、やっぱり食事療法した上で薬を使った方がよく効くと思うんですよ、ね。わかりました。で、幸い食べてくれるじゃないですか。はい、食べなかったらちょっと治療できないんだけど、うんうんうん、ね、ID ってインテスティンダイエット、インテスティンはまあ、はい、胃腸ということなんですけど、はいはい、胃腸の。負担を、ね、かけないようなご飯で。なるほどね、うん、じゃあもし食べなかったら、うん、もし食べなかったら1割混ぜていいです。もともと食べてるやつを、あ、そのあれに混ぜるってことですか。そうそうそう、1割、1割減らしてね、でそれでも食べなかったら2割混ぜてもいいです、うんうん、だけどできれば他の店に買ったら多分食べるような気がするんで、うんうん、ちょっと他の見せないように、匂いも嗅がせないようにしてもらって、うん、ちょっと ID を。わかりました。それが治療なんですよ、はいはい、薬よりもやっぱり治療ウェイト大きいと私は思うので、ね、はい、うん、でその上で、あのね、胃腸の消化機能改善薬、モサプリドとか、今回出したメトクロプラミド、ちょっと吐き寄せる薬、はい、ただ吐き寄せるだけ飲んどってもちょっとしんどいかなと思います、うんうん、だって結構ひどいですよ、胃は。結構ひどいですよ、次の日に残っているところで。あ、そうなんですね、うん、なんかそういう悪いものってわけじゃないんですかね。まあ、そこまでは、それでまた明日もちょっと寝たいんですけど、うんうん、明日も残ってたらちょっと、まあ、それは胃がんとかそういうことですか。そういう可能性もないとは言えない。そこまでしか私にもわからないんですよ、うんうんうん、とこんなんだったら人間だったら内視鏡、うんうん、そうですよ ね、そこの悪いとか、はあ、で何かな、はあ、はあ、そこまでは、まあ、やられるあのとこもありますよ、あのそういうこともあります、はあ、あのどこだっけ、大きいとこですよね。そうそう、高度医療センター、はあ、高度医療センターとかだったら、あのそこに二次病院なんでね、紹介すれば行ってもらえば、そこまで調べたりもじゃあ、もし明日同じぐらい残ってたらそうなるんですか。まあちょっと症状との関兼ね合いですね。とりあえずちょっと収まってるみたいな気がするから、はい、まあ、あの明日取った具合でまたちょっと提案したいと思います。わ、ね、うんうん、かります。でもそこしか残ってないってことですよね。昨日は全体的に残ってたけど、で横で見るとこんだけですよね、うん、まあ、真っ正面で見てるとか、うん、肝臓がやっぱり真っ白に見ると薄くなるかな、真横で見るとこれが割とこれが綺麗に見えてるけど、はい、この肋骨よりもちょっと出るぐらいが正義かな、
ですよ。あ、そうなんですね。だからめちゃくちゃ小さいわけじゃないです、うんうん、ちょっと小さい、うんうんうん、本当のちっちゃい子はこんな感じの子がいるんだね、うんうんうん、そういう子はやっぱちっちゃい時から食べが悪い。あ、そうなんですか。すごい食欲が悪い子犬なのにね、うん、いやなかなか持っていけないもん、はい、つもみがちゃんとちっちゃい、うん、プラスもみやくさんとしてさ、あ、はい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 、もみやくの、ね、流れがおかしいから、うんうんうん、今回ちょっとその門脈ちゃんと引っかかる検査の患者さんというのをちょっと追加で血液センターに。あ、分かりました。はい、それいつ分かります？急ぎで出してるから多分明日ぐらいには来ると思うんだけど、そうそうそう、はい、明日来なかったら週明けになります。あ、分かりました。そういうことです。はい、で、まあ、まずはちょっと食事療法とお薬とね、うん、分かりました、ね、改善できればなと思います。はいはい、から肛門性マッサージちょっとチェックしますからね。わかりました。はい、はい、じゃあよくお家帰って、じゃあちょっと興奮取れて